レイクビュー石油噴出は1910年にカリフォルニア州カーン郡にあるミッドウェイサンセット油田の加圧油性から石油が噴出したもので18ヶ月間で900万バレルの原油を放出し歴史的に最大規模の石油流出事故を引き起こしたミッドウェイサンセット油田はアメリカ最大の石油埋蔵地の一つであったレイクビューオイルカンパニーは 天然ガスと少量の石油を期待していたが、掘削を開始したところ、貯蔵タンクの貯蔵量を超えた大噴出を引き起こした。この事故により、約900万バレル、120万 US トン以上の原油が放出された。この場所は、カリフォルニア州道33号線のタフトとマリコパの間から800メートル東に位置し、カリフォルニア州交通局の案内標識と、 カリフォルニア州指定歴史建造物ナン、no. バー485の同性プレートが掲げられている。レークビューオイルカンパニーは1909年1月1日にナンバーワンの油性で掘削を開始し、当初は天然ガスの実が発見された。仕事が続くにつれて、同社はそこで貯蔵タンクを建設したいというニオンオイルと提携した。20世紀初頭の掘削技術には、 紛失防止装置などの安全装置が欠けていた。1910年3月14日に掘作が2440フィートに達した時、石油がケーシングを介して上部から吹き上がった。1911年9月に紛失を制御下に奥まで推定900万バレルが流出した。初期には1日あたり18800バレルを紛出し、社員たちは急いで封じ込めるために、 間に合わせの砂袋でダムや堤防を築き原油の川を作った。ピーク時にはおよそ9万バレルに達し、パイプラインを経由して2.5マイル離れた貯蔵タンクにそらし、8インチのパイプラインは沿岸のアビラ港につながった。これらの努力にもかかわらず、544日の間に放出された940万バレルの半分以下しか、 保存されず、残りは蒸発してしまったか地面に染み込んでしまった。ありがとうございます。